マンバメイクの時はやっぱりオーバーにした方がバカっぽくて可愛いので、見た目パンダみたいな風に色味がちょっとあった方が目に入ってきやすいというか、やっぱり派手やと可愛いので、こんにちは、ブラックダイヤモンドのあかりんです。ガングロカフェで働いてます。今日はマンバメイクをしました。参考になれば嬉しいです。スタート。ファンデーションはミスポンジを水で濡らしてつけなきゃいけないんですけど、それの水を化粧水にしたら肌にいいのかなと思って、化粧水をスポンジにつけて、でそれでやってます。ファンデーションの色は首の色と違すぎず白すぎず、ファンデーションによって赤みとかも出たりするので、それにない一分に一番合った色を選んで買ってます。つけまつげは5枚をずらしてつけると目が普段の目よりも大きく見えるのでつけるのと、あと目尻に目尻だけ長いやつを6枚目にずらしてつけてここにつけてます。とつけまののりは普通のつけまののりじゃなくて、肌が弱いので肌にもいいアイプチを使ってます。アイプチでも結構粘着力が良くて、友達の中でも結構話題のアイプチなのでこれを使ってます。アイテープは太いアイテープをつけまをつけた後につけて、最初に端っこだけつけて、そっから引っ張りながらつけると二重が食い込みやすくなるので、そういう風につけてます。普段のメイクの時は細いアイテープで微調整とかもしたりするんですけど、今回はもう黒く塗っちゃうので細いアイテープは使わずに太いやつだけでパッパってやってます。アイライナーでは目頭を近づけさせて目を大きく見せるのと、あとはまつげを離してつけてるのでそこの間を埋めるのと、あとは下まぶたのところを垂れ目に、目尻だけ幅を大きめに塗って垂れ目にしたりするのに使ってます。眉毛はマンバメイクの時は特に釣り眉じゃないと似合わないので、目にとにかく近づけて引いてます。眉毛の横の長さは横に長すぎると子供っぽく見えないというか大人っぽく見えちゃうので、ギャルっぽくないので短めにサッという眉毛になるようにしてます。上の黒いところアイシャドウはダブルラインとかじゃなくて全部埋めちゃうっていうか、見た目パンダみたいな風に目頭だけ大きい山を作って垂れ目にさせて、あと目尻、下まぶたの目尻も逆にオーバーに引いて垂れ目にさせてます。鼻のこの白いやつは最初にベトベトした白いやつで塗って、ちょっとグラデーション、この辺も変じゃないようにグラデーションにさせて、そしてからパウダーのハイライトで落ち着かせるっていうか塗って、触れてもぐちゃってならないようにしさせてます。あと鼻筋の形としてはここを細くで、ここをここよりは太くっていう風に、ここをくびれさせて引いてます。そうすると鼻筋が綺麗に見えるのと鼻がちょっと高く見えるので、そうやってやってます。この白いやつは普段のメイクの時は線だけでピーってやってるだけなんですけど、マンバメイクの時は引いて引いて、ちょっと太めに引いたやつを指でグラデーションにさせて幅を広くしてます。これをするとやっぱり目がはっきり見えるのと、あとなんかマンバっぽくなります。
ここのブルーのアイシャドウは普段は目尻だけに引いてるんですけど、マンバメイクの時はやっぱりちょっと派手に見せたいっていうのと、色味がちょっとあった方が目に入ってきやすいというか、やっぱり派手やと可愛いので、青のアイシャドウを引きました。白いのを塗ってから青のやつを塗ったのは、青のやつが発色よくするようにするのと、あとその後にこのベトベトしたやつの白いやつが残ってるので、それをベトベトしないように粉のハイライトを塗ってベトベトしないようにしてます。いつもは眉毛のちょっと下ら辺までなんですけど、マンバメイクの時はやっぱりオーバーにした方がバカっぽくて可愛いので、いつもより広めに塗ってます。このリップはこの白いやつを塗る前に普通の薬用のリップを塗って乾燥しないようにさせてから白いリップを塗って、やっぱりマンバなので唇が白い方が可愛いので、下を中心に塗ってます。このシールは何でもいいんですけど、そこにあったシール適当にいつも貼ったりして、今日はハイビスカスが好きなのでハイビスカス、ギャルっぽくて可愛いし貼りました。シールはやっぱ青が好きなのと、やっぱここもアイシャドウも青だし、このレイも青なので、それに合わせた色を使って選んで貼りました。下まつげは遠くから見たら貼ってるか分かんないからやらなくてもいいんですけど、近くから見た時にやっぱり変だと嫌なので、とりあえず貼ってます。この下まつげは薄い上まつげを5枚重ねて、目尻を濃いようにして、目頭の方は薄い束だけにできるように5枚重ねてつけてます。普通に売ってる下まつげじゃ薄すぎるので、薄い上まつげを使った方が長いし、それを重ねることによって自分の好きな形にもできるので、そうやって上まつげをつけてます。カラコンは特にこだわってはないんですけど、黒くバーって塗っちゃう、アイライナーとか塗っちゃうので、それと一体化しないような茶色とかを選んだりしてます。特にメーカーは気にしてないです。このメイクのこだわりとしては、肌のメイクのファンデーションをいつもよりも濃く塗るのと、あとは白いところもいつもよりもパキって見えるように濃く塗るのと、あとは派手にちょっと見せたいので青のラインを引いてみたり、シール貼ってみたりをしてみました。参考になると嬉しいです。普段のメイクも撮っているので、右上のアイボタンを押して見てみてください。バイバーイ。結婚したいのと、かっこいい黒さになりたい。黒人さんの女の方とかもかっこいい、綺麗なので好きです。きっかけ、これといってきっかけはないんですけど、雑誌を見てて好きなファッションをしたり、好きな服を買ったりしてたら気づいたらこうなってたみたいな感じです。高校に行ってたので校則を守りつつやってて、で高校卒業してからもう好きなようにできたので、そっからもうこういう感じになりました。昔のマンバちゃんたちの参考にっていうかしてるのって、好きなのと、あとはちょっと前までギャルだったゲイハコちゃんって子が好きで、よく昔の写真とかを見させてもらったりしてます。やっぱり女の子なので結婚したいのと、あと結婚しながら自分のやりたいことを、やりたいファッションやれたらいいなって思ったりしてます。まつげと、あと白いこのラインの色のライナーとアイライナーですね。発色が良ければそれを使ってます。1ヶ月に1回変えてます。その時にしたいネイルをやってるんですけど、やっぱり季節とかもあるので、被らないように自分なりに考えてパーツとかも選んでやってます。ヒサロにはこの肌の色にはこだわっていて、並大抵の黒さだとただの黒ギャルで終わっちゃうんですけど、やっぱ飛び抜けて黒くありたいので、かっこいい黒さになりたいので、毎日90分または60分ぐらい焼いてます。かっこいい黒さっていうのは、黒人さんまでいかない黒光りしてる黒さ、ムラのない黒光りしてる黒さかなって思います。黒くしたいのは、黒くあった方が強そうに見えるのと、
ぱり黒人さんの女の方とかも綺麗なのでかっこいいと思うので、やっぱりちょっと真似したいみたいなのがあるので好きです。